はい、J チャンネルです。皆さんお元気でしょうか。ちょっとね、模様替えをしましたのでね、ちょっと間が来ましたけれどね、あんまり変わりはないです。こうテーブルとかね、冬仕様になってね、冬寒くなったらとか、ね、いろいろこうね、こう準備をしていたところで、ちょっとね、今ちょっと一概とか、機材なんかもね、ちょっと変えたりとかね、こう位置を変えたりして、見てる方にはあんまり変わりはないとは思うんですが、ここらの方がかなり変わってます。まあ、これはまたね、機会があれば見せたいと思うんですが、こうぐちゃぐちゃなところがたくさんあってなかなか難しいですけれど、今日は9月30日で9月の最後の日でございますけど、いかがでしょうかね。明日から10月ということでね、もう寒くなってきましたよね。で、なかなかね、が取らないところもあるんですけど、まあいろいろこう機材を変えたりしてテストしたりするとまた時間がかかってきてるんですけどね。ただなかなかね、皆さんね、機材なんかがあんまり興味がない人が多いので、やってもどうかなと思うんですが、やっぱり個人的にこうこれが好きなんでね、僕はねやってるんですけどね、機材とかいろいろこういじり出したらね、やっぱりこうよく言うじゃないですか、沼とか言うけどね、やっぱこうマイクとかね、ヘッドホンであったりとか、ミキサーであったりとかね、レコーダーであったりとか、いろいろこうね、突き進んでいくと、やっぱりなかなか沼っていうところでね、抜けられないこう感じになってきますけど、まあね、いいところでやめとかなきゃいけないということ。まあ弾き語りの方もね、練習はしてるんですけどね、なかなか今ちょっと動画出せないんですけど、再アップしたやつをね、出しました。ちょっとコードがね、全然こう入ってなかったので。コード入れて、またねやりましたけど、まあ、今後としては、まあ、自分のできる範囲でねやっていきたいと思いますし、まあ、リクエストなんかもお答えしていきたいんですが、リクエストずっとやっていくとなかなかねいろいろ難しい面もありますので、まあ、自分のできる範囲でねゆっくりとやっていければと思いますのでね、ぜひ皆さんね、まあ、コメントなんかはねなかなか少ないので、よかったらねコメントとバンバンやっていただきたいと思いますが、やっぱりねその最近 YouTube ですね、最近の YouTube は本当ね、お笑いとかテレビ出る人が入ってきたでしょ。面白くなってきた反面面白くないなと。やっぱこうテレビと YouTube って別な世界だったんですよ。それが面白かったんだけども、テレビもちょっと変わらないっていう感じになってきてね、なかなかこうプロが入ってきたなっていう感じもしますけどね。だからやっぱりこうギターなんかもね、なかなかその需要がないのかなというところもあるし、どうかなというところでありますけど、やっぱまあ音楽は好きなんでね、音楽とかやっていきたいと思いますし、まあ、好きなアーティストなんかのこともね、なんか喋ってくださいみたいなことあったので、ああいったのもねぼちぼち喋っていきたいなと。まあ、音楽系とかね、弾き語りとか機材とか、まあ、ギターの方もね、今ねマイクね、ピックアップなんかをやってるんでね、そこらまた紹介したいのとか、あと機材もね紹介できてないのがいろいろありますので、ぼちぼちやっていきたいと思いますけどね、なかなかね体が一つしかないので編集に時間かかるんですね。なかなか難しいところありますけどね、何かこう要望があればそれにねできる範囲でねお答えしていきたいと思いますし、まあ、最近動画見てくれてね、動画アップしてくれる人なんかもね増えたりしてきてくれたので、そこらは嬉しいと思いますのでね、まあそういった感じで音楽に携わっていって、まあ楽しくね配信したりとか動画を見てもらえればね嬉しいと思いますのでね、これはまた続けていきたいと思います。配信を続けてくださいっていうコメントがありますけどね、まあそれは続けていきますけど、ね、なんか僕やめるみたいな感じがあったのかなと、それはよくわかりませんけどね。まあ一応その定期的に上げればいいんですけど、なかなかねいろいろ変えたりしていて、まあ思うとこありましてね、やっぱこう練習もしなきゃいけないし、せっかく防音作ったので防音でね練習できるような環境を今整えていて、一時ちょっとこう物置みたいな感じになっていたので、まあ防音スペースだったりとかね、曲を本当ね録音したいのがあったりしたんですが、まあ編集の追われてねなかなかできないという感じもあったので、そこらはねぼちぼちこうやりたいこともやりながらね、配信なんかもやりたいんですけど、なかなかね音響とかねなかなか今テスト中なので、ね、なかなか難しいですけどね。という感じでやっぱりこうね、マイクとか音響とか出してもなかなかね解説がかからないんで、やっぱりこう解説動画を上げればまあ1000円とか1000円とかねいくんですけど、他の機材がなかなかね動画のみないので、なかなか雑談でもねやっぱりこう、やっぱりこう再生回数を考えればなんかなかなか面白くない、なくなってくるし、そのマニアックに走っていけばねなかなかね、まあやっぱりできる範囲でやるしかないと思います。レコーダーをね買ったんで、買ったかね頼んでいたのをやってきたんですよ。これが良かったですね。またこれもねレビューしてみたいと思いますが、やっぱ新しい機材を買うとね、どうしてもこの覚えるまでにね時間かかっちゃうので、ね、使いこなすせればなかなかいい機材ですねという感じですね。というぐらいでしょうかね今んとこは。
やっぱりギター系もね、なかなか再生回数が他のところを見てもそんなに、ね、上がってない感じがするので、なかなかギターに興味を持ってくれる人が、今ダンスかな、ダンス、若者はやっぱりダンスが多いでしょうね。やっぱりこうアコギとかね、なんかなかなか飛びついてこれないかなという感じしますけどね。でもやっぱりこう50代60代もね、だから昔できなかったという人がまたね帰ってきて、初めてやるとかね、そういった感じの人もいると思いますのでね、ぜひそこらの方もねやってみたいと思うんですよ。僕らの若い頃は、まあこういったことはやっぱりちょっと年寄りじみてますけどね、やっぱり髪を伸ばしたら不良とかいうちょっと後の人じゃないんですよ。音楽やってるとその不良っぽい感じでね、なかなか昔はねやっぱ公務員が一番みたいな感じで言われてたんですよ。だからその音楽なんていうのはねっていう時代を過ごしてきてね、やっと今はね緩和されてね、だから YouTuber というのが職業でね認められるような時代になってきたので、なかなかあれですけどね、やっぱこう今からの人はやっぱ楽しいと思いますよ。本当にあのスマホとかあるしね、タブレットもあるし、僕らの頃は本当にね10円玉で電話かけてた時代ですからね、本当にこう悲しくなってきますけど、それはそれで良かったですね。まあ時代によってそれぞれあると思うんですよ。なので、まあ、その時代に、ね、よってよって、まあ考えていかなきゃいけないのかなと思いますけどね。だからまあ不可笑を引きずるつもりもないしね、あのやっぱりこうネットとかね、SNS なんかもやってますし、まあね、僕の年代ではまあやってる方だと思いますけどね。まあでもまだまだあの新しい音楽聴いたり、あいみょんなんかはすごくねいいんですよ。だけど新しい音楽はちょっとこうわからないなっていう音楽が増えてきたのはそうですよね。それは僕らも昔そうですよね、自分らにやってる音楽は分かってもらえない、ね、年の人には分かってもらえないけどというのがまあ繰り返しなんでしょうね、やっぱりね、うん、そこらはまあ繰り返しだからしょうがないというの中で、やっぱりこうあいみょんとかね、あの若い子でもやっぱりこうなんていうかな、通じる、あの分かるという音楽があれば安心しますけどね。いろいろこうまだまだいっぱいいろいろがあるんですけどね、そこらもまた語っていきたいし、いろいろねやっていきたいと思いますのでね、よかったらまあコメントとかね質問とかあればね、あのぜひやりたいと思いますのでね、溜まってるやつもあるんですけれど、ぼちぼちね、動画作ったり、まあ、編集にちょっと時間かかるのでなかなかすぐに出せないっていうか、トークだったら別にねそんなにね、あの凝った編集はできないのでパッと出せるんですけどね、だそういった意味でね、まあ近況をね一本こう動画作っていくのもいいかなと思いましたね。よかったらぜひねまた J チャンネル見ていただければと思いますけどね。はい、ということで、ぜひねあのリクエストとか質問とかね、あの励ましのお便りなんかが非常にいいですね、お持ちしておりますのでぜひよろしくお願いしたいと思います。ということで、J チャンネル9月最後のね、配信というかね動画で、明日からまた10月でね、また新たにね、いろいろこうコーナーとかね、いろいろやってみたいと思います。ちょっと今ね、いい環境でやっとね、あのできるようになったので、頑張っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。J チャンネルでした。ではまた、10月もよろしくお願いしたいと思います。ではまた。